いつも応援してくれるスコンブのみんなへ。今日は白神のお誕生日をお祝いしてくれてありがとう。きっとコメント欄、そしてアーカイブでも見てくれてる人がいっぱいいっぱいお祝いのコメントを残してくれてることでしょう。デビューしてもうめちゃめちゃ経つけども、こうしてまた誕生日を迎えられたのは、スコンブの応援、そしてホロライブの運営さん、マネちゃん、ホロメンがいたからです。でも、その中でも一番白神の中で大切なのは、スコンブのみんなです。スコンブのみんながいないと、白神吹雪はここにいられません。それを日々実感しつつ、少しでもみんなと一緒の時間を過ごせるように、これからもいっぱいいっぱい頑張っていきます。スコンブの中には、日々忙しくて白神のことを追えないって人もいるかもしれないけども、ちょっとずつ君のペースで白神のことを追いかけてくれてるのを白神は知ってるよ。これからも自分のペースで白神のことを応援してくれると嬉しいな。なんかちょっと涙出てきそうになっちゃう。また来年、こうしてみんなと一緒にお誕生日を迎えれるように頑張っていくから、ちゃんとついてきてね。みんなと叶えたい夢はまだまだたくさんあります。一つ一つ、一歩一歩、一緒に頑張って乗り越えて夢を叶えるのを手伝ってください。いろいろとみんなとやりたいことが日々できないことが多かったりするけど、そんな時もふぶちゃんのペースでいいよって優しく声をかけてくれるスコンブが大好きです。前に比べると配信の頻度がちょっと少なくなってるなとは思ってるけど、そんな中でも待ってるよ、できる時でいいよっていう声がすごく力になってます。そんなスコンブの期待に、応援に応えれるよう、また一年頑張ります。明日は、明日ってかここ今日だな。今日は白神のある意味大きな一歩が始まります。それをみんな目に焼き付けてほしいので、フブキングダムプロローグ、ぜひ見てください。よろしくお願いします。フブキングダム国王兼ホロライブ一期生ゲーマーズ、白神吹雪より。ということで、ちょっと、涙が。